皆さんこんにちは。2023年のプロ野球シーズンも後半戦に入る中、福岡ソフトバンクホークスがまさかの大型連敗に苦しんでいます。ささやかれ始めたのは藤本博史監督の途中休養、来季以降の新監督の予想合戦も行われるようになりました。今回は藤本監督が監督を降りた際の次の監督の予想についてお送りします。ぜひ最後までご視聴ください。オリックスバファローズ、千葉ロッテマリーンズをかわして首位に立ったのもそう遠くない過去のように思われる近藤健介選手、オスナ選手をはじめとした大幅補強で2023年シーズンに乗り込んだホークス、野球愛の強いソフトバンクオーナー孫正義氏からはぶっちぎりで優勝してくださいと優勝を厳命され、球団会長である王貞治氏からも勝つしかないと言われていた中、シーズン前に予想されていたほどの独走体制は取れていなかったものの、堅実にカードを勝ち越す野球で A クラス争いを展開してきており、優勝も十分狙える位置をキープし続けていました。しかし7月7日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦を落としてからまさかの9連敗で前半戦を終了する事態に。その間の対戦カードがバファローズはともかく B クラスのイーグルスと西武ライオンズを含んでいたことがより深刻さをうかがわせます。昨年も大きく負け越すこととなったホークスの夏の大型イベント鷹の祭典ゲームも現時点でまさかの6戦6敗、鷹の災い点と揶揄される始末。後半戦開始後も最初のカードマリーンズ相手に2連敗、本記事執筆時点で11連敗となり、この連敗も果たしてどこまで続くのかという感じ。今はとにかく優勝なんて先の話よりも1日も早い連敗脱出が願われるチーム状況、この責任は一体どこにあるのでしょうか。11連敗の中で大きく点差をつけられた試合というのは実は少ないのですが、志賀滉大選手がチームから離れ絶対的エース不在の現ホークスではモイネロ選手の離脱、疲れが溜まってきたのか細かい失点の目立つリリーフ陣と相まって相手を0点で抑えることはできていません。一方で打線は11連敗の中で7月23日の試合で3点を取れた以外では全試合で2得点以下、柳田悠布など選手や近藤選手など主力選手は決して調子を落としていないものの、あと1本がことごとく出ずに得点機を逃してきました。接戦が多いとなればやはり采配でなんとかできたのではないかと思うのがファン心理。藤本監督が連敗の責任を問われています。もともとファンから藤本監督への評価は厳しいところがありました。昨年から采配を問題視するファンも多くいたのです。2022年のホークスというと前年4位のチームを引き継いで新たに就任した藤本監督がバファローズと熾烈な首位争いを展開し、勝てば優勝のラスト2戦をいずれも落として同率ながらバファローズに負け越したために2位に甘んじたシーズンでした。本当にあと一歩で優勝だったためファンから監督への不満もあったものの、新人監督が前年 B クラスのチームを勝率行きたいまで持っていったと考えれば称賛されてもいい結果のはず。それでも藤本監督の評価が芳しくないのはメディア対応にケチがつくところも一因と考えられています。わざわざ言わなければいいのにということをあやしてしまうのですね。さて現状まだ貯金を持ちながらもまさかの大型連敗で結果も伴わなくなったとなると、いよいよ上がってくるのは藤本監督休養論。今年が2年契約の2年目ということもあり、来年以降は監督が変わるのではないかとも言われています。福岡のメディアも藤本監督に対する批判的なスタンスを隠せなくなってきており、次期監督の予想合戦がすでに始まっているようです。途中休養となった場合は今年の残りは森博之ヘッドコーチが代行することになるでしょう。では来年の監督候補は誰かというと、現2軍監督の小久保裕紀氏、現投手コーチの斉藤和巳氏、前監督の工藤公康氏、そして球団特別アドバイザーという肩書きが与えられている城島健二氏の名前が挙がっているようですよ。いずれも豪華な名前です。そもそもソフトバンクホークスの監督はというと、歴代球界のスターとも呼べるような大物 OB が務めてきました。大英時代から引き続き指揮した大氏は言うまでもなく、その後を継いだ秋山浩二氏も2000本安打を記録、さらにその後を継いだ工藤氏も200勝を記録している。いずれも名球会入りの名選手で、また2人はライオンズから当時弱小だったホークスに移籍し恩師をして大英ホークスの甘えの体質を変えてくれたと言わしめた球団の功労者でもあります。藤本監督もホークスで13年プレー、
1000試合以上に出場した球団の功労者ではありますが、それまでの華やかな監督たちに比べていささか地味とも言われました。監督就任の経緯からしてつなぎの監督と噂されることもあり、もしこの後ホークスが優勝を果たしたとして、藤本監督がそのまま来年も続けるかどうかも個人的には微妙なところだと思っています。では次期監督として挙げられた4人の候補の中で最も監督就任の可能性が高いのは誰なのでしょうか。そう問われた際、多くのホークスファンが小久保氏の名前を挙げるのではないでしょうか。現役時代から多くの選手から慕われたキャプテンシーの塊とも呼ばれる小久保氏、2017年の WBC でもチームを率いたかつての日本代表監督は、その役目を終えた後の2021年シーズンよりホークスの一軍ヘッドコーチに就任。推測になりますが、この時点で工藤氏の後を継ぐのは小久保氏だという路線はできていたものと思われます。しかし工藤氏から打線についてはヘッドコーチに任せるといった声も聞かれた2021年シーズン、ホークスは2013年シーズン以来の B クラスという屈辱のシーズンに、すでに工藤氏は2015年から2020年で5度の日本一、3度のリーグ優勝という実績を持っていたことから、この責任を小久保氏に求めるファンの声も多くありました。工藤氏は潔く責任を取る形で2021年で監督を退任。とはいえオーナーの孫氏、球団会長の王氏から強い慰留をされていたという報道もある中での退任であり、あまりに過酷な監督業に一度区切りをつけたいという思いもあったのではないかと思われます。球団としては工藤氏から小久保氏にリレーしたい中で、2021年の成績の後にそのまま小久保氏を監督にさせるには反発が強すぎたという考えもあったのではないでしょうか。摩擦なく小久保氏に引き継ぐためにもう1年工藤氏にやってもらいたかったものの、工藤氏の退任の思いは強く、ならばと2011年よりホークスのコーチを務め、2021年には2軍監督を務めていた藤本監督を1軍監督に昇格させることにしたと、まあこういった流れだったものと思われます。小久保氏は2022年シーズン、2023年シーズンを2軍監督として過ごしており、若手選手に寄り添う手腕は一定の評価を受けています。2軍監督こそ小久保氏に一番向いているポストという声もあるものの、来年小久保氏が1軍監督就任となった場合、そこまで大きな反発もないはず。2軍で育てた選手と共に1軍で優勝をというのが理想の流れであり、むしろ監督就任を歓迎する声も多いのではと予想されます。もちろん実績十分の工藤氏再登板でも目先の勝利を求めるのであればありだと思われます。2018年、2019年はシーズン2位ながらライオンズ相手に敵地での CS を圧勝し、就任中5度の日本シリーズ全てを制してみせた驚異的な勝負感の持ち主である工藤氏、さらに監督でありながら投手コーチのような役割も果たし、多くの投手が工藤氏の教えの下で花を開かせました。工藤氏の再登板となると歓迎する人も多いと思いますが、前述の通り工藤氏には多くの慰留の声の中で退任へと踏み切った過去があります。工藤氏にオファーがあってもこの早期での再登板は受けてくれないのではと予想しますよ。2023年よりホークスの一軍投手コーチとなった斉藤氏の監督就任もいずれはある話かもしれませんが、あったとしても小久保氏よりは後のことでしょう。キャンプ時に選手の指導を行うなど球団との関わりは持っている城島氏についても、常任コーチとしてつくには未だ至っておらず、いきなり監督就任というのは考えづらいでしょうね。城島選手がコーチ職につかない理由については、嘘か誠か釣りに忙しいからとファンの間でささやかれています。豪華な名前が並び予想が盛り上がるホークスの次期監督、とはいえ藤本監督もまだ貯金は保っており、ここからの逆転も間に合うゲーム差と言えるでしょう。ほんの少しの噛み合いや運の悪さで大型連敗に至っていますが、本来のチーム力を発揮してここから逆転を目指してほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回はホークス次期監督の予想について紹介しました。工藤氏といえば侍ジャパンの次期監督候補にも名前が挙げられていましたよね。未だ栗山英樹氏の後任が決まっていない侍ジャパントップチームの監督、こちらの後任も気になりますね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。